はい、こんにちは、佐々木です。本日は、悪質な嫌がらせ通報でアカウント削除、メルカリ事務局への、ね、対応方法とはというテーマについてお伝えします。それでは早速始めます。はい、どのような状態で嫌がらせ、ね、通報ですね、されるのかという、ね、例をまずですね紹介させていただきます。まずですね、まあ、これちょっときやってる方に聞いたんですけど、商品の、価格ですね、まあ、価格破壊って言いますか、ですね、これ価格破壊ってどういうことかっていうと、値下げですね、値下げ合戦とか、その、はい、安い商品になると、まあ、何でもいいです、お財布でも何でもいいですけど、アクセサリー。で結局ね、売れないと意味ないじゃないですか。そうすることによって値下げ合戦出ますよね。でこれが出ることによってやっぱ価格破壊になって、で、まあ、同じような出してる方がですね、こう通報するみたいなんですよ。この人の値段は違法じゃないかって感じでしてるみたいで、まあ、実際これやってる人知ってるんですけど、まあ、これで通報される場合はありますね。あとはですね、まあ、例えばですね、まあ、アイノリセラーですね。アイノリセラー。で、このアイノリセラーってどういうことかというと、まあ、例えばですね、まあ、評価がですね、低くて、まあ、評価が低くてですね、で、売れない人、売れないセラーがですね、まあ、簡単に言っちゃいますと、まあまあ、根拠もないね、まあ、こういうありますよね、まあまあ、サラリーマンと一緒なんですけど、まあ、売れない人がね、相乗りセーラーで売れない評価が低い人がね、まあ、根拠ない理由を言って、まあ、事務局にね連絡するって形なんですよね。でこうすることでどうなのかというと、目をつけるんですよ。メルカリ事務局でね、目つけるんですね。まあこれこういうことなんですよ。そうすると、やっぱちょっとね、やりづらくなりますよね。まあ、こういう人が出てくるもんで、で私はこういう感じなんですよ、完全に。ここここですね、アイノルセラー、ここでやられましたね。だからここ目つけられてアカウント削除されちゃったんですけど、まあ大まかにでね、大体この2つなんですよね。こういうのもあるんで、値下げ合戦で負けて通報で目つけられるっていう場合もあります。こういうね、で私はこっちなんですよ。売れないセラーがね、まあ根拠ない理由、あいつはなんかね、あ、それともう一個あるんですよ。出品文章が一緒、もうこれなんですよ。で、これはね、基本的にですね、違反です。違反ですね。メルカリの違反ですね。まあ、これはしょうがないですね。これは、ぜひ。メルカリはね、文章が、相乗りする文章が一緒だと違反で削除されちゃうので、これ、ぜひね、気をつけてほしいんですよね。大まかにこの3つなんですよ。大体見てて。ね、まあ、こういう人もいるもんで、売れない人が見えつけるとか、文章が一緒で、これ通報してくるんですよ。通報して違反、まあ、これはしょうがないですけどね。なので、まあ、ぜひ、ここら辺をですね、まあ、気をつけてほしいんですよ。この、またこの4つかな。あ、ここ3つですね。はい。ここ。と、ここと、ここですね。で、アカウント削除を返すのどうしたらいいかという、まあ、この3つをね、先ほどの3つ、の点、まあ気をつけですね。気をつけるんですけど、あとはですね、例えばですよ、もうムサイクを取るのやめてですね。まあできればやめてですね、ムサイクを。
無在庫はちょっとやめてるんですよね、メルカリは。うん、あとはですね、ま、もしこうなっちゃった場合はですね、多分ね、3回目ぐらいは大丈夫ですよ。は、まあ、私も経験上ね、これ大丈夫です。で、4回目入ったらもうやられますね。はい。な、例えば、まだあるんですけど、まあ、ちょっと、例えば、まあ、こっち入っちゃって、例えば、まあ、他のね、例えばですよ、これ極端なんですけど、まあ、例えば、ラクマやね。ラクマ。まあ、誘導の、まあ、こういうのもありますよね。ラクマに誘導すると、まあ、見えつけるんですよね。削除の対象とか。まあ、こういうのやったことあるんですよ。はい。なので、まあ、こういうの含めて3回目まで大丈夫だったんですよ。私の場合は。で、4回目でやられましたね。はい。で、これどう、これ突然来ます？もう。もう突然削除されますので、まあ、4回目、3回目は大丈夫なんです。だいたい3回目はとにかく。で、大丈夫なので、4回目をね、やられたときは、ちょっともう、覚悟したいですね。はい。もう、覚悟したいです、これは。で、もしアカウント削除されても、今はね、復活できます。ただしね、まあ、これ、口頭で言うんですけど、同じスマホで復活はちょっと厳しいと思うんですよね。同じさ、IP アドレスかなんかで多分繋がっちゃってるんで、もし同じスマホでやるとしたら、一回綺麗にして、した方がいいですね。一回。パソコンとして綺麗にしてから入れた方じゃないと厳しいかと思いますね。まあ、違うスマホだったらできますので、ね、その点安心してほしいんですけど、復活はできますので、メールとか変えちゃえばね、クレカとか全然関係なしでできますので、はい。まあ、いちいち同じ人にメルカリもこだわってるな、ないと思うんですよね。数が多すぎちゃって。10万件以上ってことはもう事務局だけでも面倒見きれないんで、多分もうほんと日が暮れちゃうっていうか感じになっちゃうんで、まあぜひね、この3回目は大丈夫ですよ、ここまでは。で、4回目やるときはもう覚悟したいですね、これは。もうここ覚悟してください。もうアカウント確実に取られますので、ここは私もやられてますので、まあぜひね、まあここは覚悟してもらって、アカウント削除されてもまあ復活するしかないので、ぜひ気をつけてね、いただければいいかと思います。はい。で、本日はですね、最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。